皆様こんにちは。ドクターホフマンのサナトリウム出演の音尾拓磨です。ケラさんの、手掛けられる作品ということで、本当に前からケラさんの作品に憧れを持っておりましたので、本当に嬉しいなという気持ちでいっぱいでございました。しかしカフカの、4作目の未発表のという時点でですね、もう私には遠い作品だなと、一体どれだけついていけるのかという不安な気持ちにもなりましたけれども、やるしかないと、そういう気持ちでした。ケラさんという人物にまずとても興味がありますね。一体どのような普段の生活をし、演出のことをおっしゃるんだろうというのが本当にもう気になっております。この完成度をどのように導き出すのかというのは本当に気になっておりまして、本当に勉強させていただくいい機会でありますので、はい、楽しみたいと思っております。やはりもう本当にもう素晴らしい役者さんばかりですから、もう本当にね、まずは挨拶からきちんとしていこうかなという気持ちでいっぱいです。某 SNS で、ケラさんからメッセージをいただきましたら、混沌とした作品になると思いますという、メッセージをいただきました。皆様のご来場を心よりお待ちしております。